こんにちは、チョメです。6年目第2章のストーリーパート5分の1、ペギーと会う、やっていきますね。3本のほうき。さあ、どうなるんでしょうか。あ、服はこんな感じ。真っ赤にしてみました。ホグズミートに行けるようになったんだ、パーシー。あ、そうだね。懐かしいな。パーシーにホグズミートを見せて回るんだ。自分も確かね、なんか教科書とかあったよな。じゃ、ペギーと多分バタービールを飲む感じかな。なんだか悲しそうだな、ペニー。ええ、悲しいの。ベアトリスのことで問題があるって言ってたな。話してもいいかどうかわからないけど。だけど話したいから僕を探しに来たんじゃなかったのか？そうよ、その時は話した方がいいって思ったから。でも今は気が変わる時ってあるよね。だから、そうやってやる感じか。はい。500ゴールド。お金は大事ですね。ベアトリスのことをこっそり相談するなんて、やっぱり間違ってるって思ってきたわ。どうしてあなたに話すべきだと思うの？たまたまここにいるから、僕は聞き上手だから、僕はすごく信頼できるから。これはわざと間違えよう。一番上やな。うん。わざと間違ってるのは、いろんな選択肢が見たいからです。わざとです。妹を裏切るようなことになるか？これはね、一番下は、いや、わかんねえな。どれが不正解だ。ああ、よかった。一番下がダメやったね。まあ、これ悪いお手本ですね。12も上がるね。でも少し気分が楽になったけど、本当にわざと間違えてるけどね。はい。どう助けてくれるの？まだわからない。手助けはあまり好きじゃない。何でもしてほしいことがあればやる。一番下が正解だな。手助けは好きじゃないんです。だからペギーがめっちゃかわいそうになってきたな。もう二度と会ってくれんやろうな、本当やったら。あなたに負担をかけたくないわ。好きじゃない。負担じゃないよ。手助けしたい。ちょっとぐらい負荷。ああ、一番上だな。ダメなやつは真ん中が多分 OK だよな。これ全部失敗しても多分ポイント足りるね、余裕で。あなたに話すのがいいって思えるようになってきたわ。本当に？僕もそうした方がいいって思うよ。他に何か知りたい？忙しくないの？いやいや、君のためなら時間を作るよ。うん、だから僕の時間を無駄にしないでくれ。一番下だな。はい。でもこれはね、難しいよな、質問。あなたの言う通りだわ、チョメ。ベアトリスのことをあなたに相談するべきだと思うわ。本当に面白いな。ペニアも最大ですね。肖像画の呪いを破った後もベアトリスが安全だと思えないって言ったのを覚えてる？うん、そのことは安心させてやれと思ってたけど。私もそう思ってたわ。ホグワーツから離れて夏休みを過ごすことで気持ちを切り替えられると思ってた。でも気持ちを切り替えるかどうか、夏中ずっと不機嫌だったの。君の妹が不機嫌なところなんて想像もできないよ。あ、確かにね。そしたらベアトリスが探し物を始めたの。探し物？何かなくしたのか？そうじゃないの。自分探しをしてるってずっと言ってたわ。どういう意味かわからないけれど。最近は年齢にそぐわない難しい本を読んでるし、実年齢に相応しい行動を取りたがらないっていうか。それで探検した結果、ビアトリスはどこに行き着いた？私から離れたところ、ずっと仲が良かったのに、今はビアトリスが他人のように感じるわ。そうか、辛い思いをしてたんだな、ペニー。あなたなら特に分かってくれるだろうと思ったのに。仲の良かった兄弟が突然自分から離れてしまった気持ちがどんなものか。なんかいろいろ起きそうだな、今回。うん、すごく分かるよ。ただベアトリスはまだここにいるんだけど。でもいないも同然に感じるの。ホグワーツに戻ってきたから、これからさらに気持ちが離れていくんじゃないかって怖いの。そんなことにならないよ、ベアトリスと話そう。次ベアトリスと話す感じ？無理よ。私のことを避けてるんだもの。去年の今頃は歓迎会でベアトリスをあなたに紹介したけど、今年は私と一緒に祝宴に行ってもくれない。そういえばベアトリスはいなかったな。もっと言うとね、学校のほとんどの生徒が私に話しかけてくれるの。それなのに自分の実の妹が近寄っても来てくれないっていうのがすごく悲しいのよ。それなら僕がベアトリスと話すよ。僕のことを尊敬してたって言ってたよな。少なくとも呪い破りとして。
肖像画の呪いの犠牲者として大変な目に遭ったんだ。もしかして僕の話なら聞いてくれるかもしれない。思い込みはあるな。でもそうだといいんだけど、最近は変な選択ばかりしてるの。新しい集団とつるんでるわ。どんな集団だろう、気になるな。何をしてる人たちかは知らないけど、多分良くないことよ。この新しい集団っていつもどこでつるんでるんだ。中庭とかホグワーツでってこと。大体は中庭よ。やっぱりな、いつも問題起こるよな、そこで。それならそこでベアトリスを探すよ。頑張ってね。もう見る影もないから。嘘、どうなってんだろう、気になるな。早く行こう。あーマジで3時間後か。ベアトリスを見つける。中庭に新しい集団がいるから見に来いよって言ったけど、まだまだダメだ。こんにちは、チョメです。6年目第2章のストーリーパート5分の2、ベアトリスを見つけるやっていきますね。3時間経ちましたんでね。はい、で中庭なんでちょっと帽子を変えてみました。ベンがドクロについて聞いてきたんだよ。奇妙だろ。あー、なんか言ってたね、ジェーンに聞くって。フィルチャー近くにいる。チューリップと一緒にいたずらを仕掛けようかって言ってるの。ビーブズが自分の部屋を持ってるなんて一言も聞いてないわよ。すごいわね。そうなんですよ、ビーブズって部屋があるんですよね、専用の。私はもう入ったことある。ビーブズの部屋で検索をお願いします。どうしたんだアンドレ。僕はベアトリスを探さないといけないんだ。そのベアトリスのことだよ。この中庭の集団を見てくれよ。どこだ。あそこだよ、イスメルダと一緒にいる。アンドレ化粧してるね。え、イスメルダと、うわすげえ、ファンキーになってる。あれはベアトリスか。すごく雰囲気が変わったな。前みたいな無邪気さがない。なんか小悪魔って感じだな。ベアトリスがイスメルダ化したみたいだろ。髪を固めにかけるってスタイルはどうしても理解できないよ。見にくくなるだけじゃないか。しかも目にも悪いしね。中庭集団って言ってたけど、どこが集団なんだ。あ、目が悪いしねとか言ったら怒られるよな。イスメルダは一匹狼だ。だから二人になれば集団も同然だよ。しょうがないだろ、僕は人間観察が好きなんだよ、チョメ。人間を観察してるとその人の挙動やスタイルがよく分かってくるんだよ。人間観察は楽しい。人間観察なんて気持ち悪い。楽しいと思うよ。確かに人間観察は楽しいよな。中庭は人間観察にぴったりの場所だよ。たまには一緒にしようよ。なんか他の人に関心があるってアンドレはすごいと思う。この噴水の周りでたくさんの派閥が生まれたんだ。派閥？いつからそんな仕切りができたんだ。全員が全員と友達ならそれでいいんじゃないか。そうだけど今はグループに分かれるようになったんだよ。こういうのは変化していくもんなんだ。あ、なんかクラスでもなんか自然とグループできてるよな。これを見る限りペギーの妹も含めてだな。話をして一体どうしたのか突き止めないと。まあでも普通のことだと思うけどね。さあ、あでもなかなか可愛いんじゃないかな。一体何のよ。いや可愛いぞこれはこれで。挨拶しに来ただけだよ。学校が始まってからベアトリスに全く会ってなかったから。ああ姉さんに言われてきたのはね。え、姉さんと仲がいいのは知ってるよ、チョメ。もう私がミニピギーじゃないからがっかりしてるって言ったたんでしょ。ペギーはそんなこと一言も言ってないよ。ただ君が新しい友達を作ったって、それから夏の間もいろんなことがあったって。あんたが気にすること。ペギーは大切な友達だ。ベアトリスのことが心配だ。ちょっとどうでもいい。一番上にしとこうか。せっかくあげたからね。ペギーが気にしてるから僕も気になるんだよ。ペギーは僕の大切な友達だし。そんなにもいろいろ気にしてよ。お疲れ様ね。私が外見を変えたりイスメルダとつるんでるからってどうして姉さんが悩まなきゃいけないのかわからないわ。まあ、ベアトリスの言うことも正しいよな。ペギーは学校で一番人気の魔女よ。私がいなくてもいくらでも他の人がついてきてくれるんじゃないの。正直ペギーは君と話せなくて寂しいだけだと思うよ、ベアトリス。会いに行くべきだよ。頼むから僕の話を聞いてくれ。じゃあ聞く。3時間だね。ベアトリスを説得する。いや一番好きなキャラベアトリスだわ、自分。見た目が好きですはい。なんかでもぽっちゃりしてない、大丈夫可愛いな。でも姉さんは私のことをそっとしておいてくれればいいの。なんかでもチャイルドプレイ、チャッキー思い出したな。チャッキーの恋人ビアトリスはあんたの言うことなん
かに興味ないわよ。なんか周りを見て私には友達がいる、だから大丈夫よ。まあイスベルダのことかな。あっち行ってよチョメ。すいません、こっちは。チョメに話しかけることもできる。アンドレがこっち見てる。この像が私たちを守ってくれるってピニーが言ってたのを覚えてる？とんだ嘘ね。そうだよな。ピニーに怒ってるのか？適当なこと言ったらいけんよな、やっぱり。ピニーともっと一緒に過ごすとすごく喜ぶよ。おそらくもっと学校のイベントに参加するとホグワーツにいることが怖くなくなると思うよ。ふと耳にする。僕は噴水のそばに座ってこの奇妙な会話の様子を見てたりしないよ。今でもホグワーツは危険だって感じるのか？まあでも部屋にずっと閉じ込められておったら怖くなるよ。そりゃ。私は何も悪いことしてないわ。そうですよね。うん。ベアトリスの言う通りだ。ベアトリスはあんたの言うことなんかに興味ないのよ。じゃあちょっと回復しましょうかね。はい、回復してきたので続きをやっていきますね。姉さんは私のことをそっとしておいてくれればいいのに。もう多分ループ入ってるからね。サクサクっとやっていきますね。あっち行ってよチョメ。そればっかりだからね。じゃあベアトリスをね眺めましょうか。ペンギンに怒ってるのか？励ます。ペンギンともっと一緒に過ごすとすごく喜ぶよ。同じことばっかり言ってる。じゃあ聞く。でも可愛いけどなベアトリス。すいません、まだありました。ここちょっとカット候補だな。はい、ゲットする。終わったかと思った。ベアトリスずっと眺めてた。話は聞いたわ。でもだから何かが変わるってわけじゃない。だけどやっぱり安全だと思えないって思ってるなら問題が何であれ。私に問題なんてないわ。ただ新しいことをしてみようと思ってるだけよ。みんなどうして私のことを放っておいてくれないの。心配してるってことだよな。魔法学校の生徒なんだから偏見が少ないはずよね。イスメルダの言う通りよ。分かったよベアトリス。だけど何か話したいことがあったら。僕はホグワーツの呪いに直面したこともその後普通の生活に戻らなきゃいけないこともあるから。いつまでもベラベラ喋りすぎよベアトリスは。放っておいてほしいって言ったでしょ。あっち行きなさいよ。しょうがないな。なんかいきなりみんな変わりすぎてるな。これは憶測だけどうまくいかなかったんだろ。ビアトリスになかなか信用してもらえない。だけど何も進展がない状態でペギーのところに戻るわけにもいかない。それじゃあどうするんだ。イスメルダがいる限りベアトリスに僕の話を聞き入れてもらうことはできない。だからある人に助けを頼まないとダメだ。もうビルはいませんよ。その人の名前ってもしかしてファーナビー D って音にすごくよく似てる。はい、次はバーナビーと会う。笑顔はいい匂いがするな。訓練場まで来てくれ。今すぐな。じゃあ今すぐ行こう。バーナビーが呼んでるからね。バーナビーと会う。